テンテコマイテンテコマイは、富士急ハイランドにあるタワー型回転アトラクション。2016年7月16日開業。キャッチコピーは、お好きに遊ばせ。なお、本項目では、同じ富士急グループの遊園地である、相模湖リゾートプレジャーフォレストに同時に開業した類似のアトラクション、極楽パイロットについても解説する。高さ39メートルの鉄塔の周囲を、 一人乗りの飛行機型のライドに乗って32メートルの高さまで上昇し水平旋回する。 さらには、ライドの左右についている翼を互い違いにタイミングよく動かすことにより、ライドが左右に揺れ、最終的には360度切りも未回転させることが可能。一度回転し始めたら、翼を傾けた状態でキープすれば、連続回転させることができ、まさにて、んてこまいな状態になるとのこと。絶叫系アトラクションの導入は、2011年開業の、後筆者以来となる。 ライドは翼に受けた風の抵抗によって回転する仕組みのため風の強さや向きによって回転数が変化する回転数はライドごとに計測されており最後にスタッフがベストオブテンテコマイとして最も回転したライドの番号と回転数を発表していたが2019年未明より荷物置き場にライドごとに回転数が表示されるモニターが設置されたため発表はなくなった 2021年5月現在の最高記録は115回となっている。2016年8月11日より最高記録を更新した場合は回転数1000円分の賞金がもらえるイベントが開催されていた。もらえる金額は最高10万円。アトラクション利用チケットの場合は回転数に関係なく最高4万6000円。なお、記録更新しなくても、 上位5位以内に入れば、富士急ハイランドフリーパス割引券がもらえた。2017年2月28日終了。イベント開催時の最高記録は70回。2016年10月より、ルーレットが示した数字と、ぴったり同じ回転数だった場合、回転数に応じた商品がもらえるイベントが開催されていた。2017年2月28日終了。 回転数と商品は以下の通り。2017年3月1日より、乗客全員の合計回転数に応じた商品がもらえるイベントが開催されていた。2017年4月20日終了。回転数と商品は以下の通りだが、富士急賞は一度も出ていない。2017年6月17日より、艦隊コレクション艦これからのイベント。 ガンコレチンジュフズユンマツリーン富士急ハイランド白地が開催。各ライドに随運のラッピングが施され、乗車ごとに最も回転した場合は、オリジナルポストカードがもらえた。2017年7月30日終了。極楽パイロットは、相模湖リゾートプレジャーフォレストにテンコマイと同日に開業した回転型アトラクション。キャッチコピーは、 風を操れ。テンテコマイと同様、ライドについた翼を操縦し、風の抵抗を利用して360度回転させる点は共通であるが、こちらは巨大なアームの先端に、ライドが12機ついており、直径27メートルの円を描きながら、斜めに旋回する。既存の大空天国と共に、標高370メートルの山頂に設置されており、 同園の二大,大空を感じるアトラクションとなっている。レゴランドジャパンに2019年7月1日にオープンしたフライング忍者号は同系のアトラクションである。ありがとうございます。